すごい素敵な場所じゃん。ここで生まれた。グレイスがグレイスのおばさん？そう、おばさん。グレイスのおばさんと。グレイスのもう一回説明して。あ、これは私の、あの生まれたところですごい遠い。もうあの最後来たのが13歳です。もう今23歳。そうすごい、もう懐かしい。ここ学校で。ここ学校。私ちっちゃい時6歳か7歳の時ディスコで踊ってた。でここ おばさんの。おばさんの家です。Thank you. Thank you. Bye bye. すごいね。And Junas kids here. Where with Junas kids? Junas kids は。Hello. Junas kids. Hello. And Junas dogs. Junas dogs. Junas dogs. Bye bye. Bye bye. すごい。やっぱどう。グレースのおじさんかな。グレースのおじさん。でみんなそれぞれこうストーリーがあって、ね絶対成功しようってねみんなで本当に思ってる人はやっぱり成功しますよね。もう日本にいる人とかはあのちょっと考えが俺はぬるいかなと。まあ生まれ育った環境とか生きてきた環境とか国々違いますけど、やっぱりね絶対こうなりたいと思った人はあの絶対そうなれるかなと、やっぱりねみんな そこまでピンチになったこと ないんじゃないかなと。だからいろんな国をね見てみるのもねすごい。That's father. Okay. Hi, my father. Nice to meet you. Father, they didn't see each other for long. Yeah. How long? Oh, one year. One year. Oh, it's tough to come up here. Yeah. Oh my God. The last time I'm here is when I'm 13 years old. No, Papa. Really? 13. Yeah. だからみんなそれぞれストーリーありますからやっぱり一回の人生ですからね、成功してやっぱ大事な人とか家族とか守りたい人とかですねやっぱ経済力がないと、まあ、病院にしても医者にしても、生活にしても成り立たないくなりますから。だからね、今元気で健康で動けるうちに仕組みをね作っとくようにしましょうね。バイバーイ。また投稿します。でもねどこにいてもできるビジネスってすごいですよね。改めて今回思いました。世界中どこにいてもどの国でも誰でもできるビジネス本当すごいと思います。これもジュネス知ってる人は当たり前になっちゃってますけど、これ決して当たり前じゃないですよ。どの国にいても誰とでもどこでもできる、これ本当すごいことなんで、改めてねこのジュネスのすごさを、実感しました。はい、まあ、水道ひねって水が出るのって当たり前じゃないですからね、
その当たり前のね環境にいる中でもそうじゃないってことを理解して、今ね、自分たち恵まれてるなってことでいろんなことに感謝して、だからこそ、ね、できることを一生懸命やって、でその後はやっぱり与える側に回るっていうか、まあ、ジュネスキッズとかもそうですけど、そういう風にねしていきましょう。バイ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 